代表の宮田隆史が皆さんに一言でございます。はい、はい、さあ皆さんこんにちは。今日はもういいこういう天気においでいただきましてありがとうございます。今日は特に川崎代表がお見えになっているので人数制限で来ていただきました。これじっくりこう聞かせていただきたいという思いが一つ、それから我々市民が何を今から考えてどう行動したらいいか、インターナショナルのアイテム、インターナショナルキャンペーン、これは世界中のそういう国際平和活動をやっておられて、その代表が、まあ、日本代表が川崎さんで、我々はそのサポーターでございますから、まあ、その世界的な動きの中でこういう写真あるいは我々得た情報、それを地元の皆様にいろんな形で提供して、一人一人がこの平和に対する関心あるいは行動活動発信、そういうものをやっていただきたいというのは我々のアイカンサポートの狙いでございます。したがって組織はあっても、まあ、市内には5団体あるんですけども、特にまとまった活動、総会とかそういうのはしてません。でも、今日こういうことで機会があるごとに、皆さんに影響しています。したがって、ここで私の方からお願いしたいのは、今日川崎さんの話を聞いて、一人一人が地元で、あるいは家庭で、地域で、何ばしたらよかかと、どう考えたらこのウクライナの問題を、に人たちの心情に沿うのかということを一つ考えていただきたい、まあ、そういうことでございます。私もこの時には言ってませんけども、ポーランドのクラコフという工場、空港においてアウシュビッツの工場を見ました、外観を見ました。まあその時の印象は、ガイドっていうのは喋らんのだっていうのが中谷という日本語のガイドの人なんでね、見てくださいと、私が喋るのはないと、見てくださいっていうのがそのガイドの説明、非常に印象的です。髪の毛があったり靴が抜けてて、今まさにそれがウクライナでまた展開されている、誠に我々被爆者としては許せない、まあ、怒り浸透でございますが、まあ、怒り浸透よりも何をしたらいいかということを一つ今日はじっくり考えるこういう機会にしていただきたいというふうに思います。では川崎さんよろしくお願いします。予定としました川崎さんに1時間程度お話ししていただいて、その後30分程度皆さんのご質問をお受けしたいと思います。でその後に今日たくさんお入れていただいてます記者の皆さんとのインタビューを実施したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。写真家の紹介もちょっとして写真撮ってしまいます。写真撮ったお母さんもこの人が写真家でも今日どうも皆さんこんにちは。ご紹介いただきました川崎と申します。よろしくお願いします。今日とても特別な機会だというふうに思ってまして、司会の増川さんからお話があったように、このピースボートの船旅の一環で、チェルノブイリをですね、今チェルノブイというふうに表記変わるようですけども、訪れたのがちょうど10年前でありまして、
と同時にですね、その時は10年前というのは2012年でありましたから、まだ核兵器禁止条約というものもなかったわけでありまして、そういったものを作ろうかという動きが出始めていた頃でありますけれども、ちょうど福島の原発事故から1年経っていた頃だったわけであります。ウクライナの人たちと原発のことや長崎や広島の話をしたりして、これ非常に大きな世界の問題だというふうに広島の被爆者の方々と一緒に議論した思い出が私の中で非常に強くありまして、で、その後ですね、ずっとこのアイキャンの運動などもどんどんと広がっていきまして、核兵器の分野においては禁止条約の交渉そして成立で昨年発効というところまで来たわけでありまして、核なき世界に向けて世界は確実に前進してますよということを、繰り返し繰り返し私は人前でお話しする機会があればこう伝えをしてきたわけですけども、それがですね、今や2月に始まったロシアによるウクライナの軍事侵攻ということで、非常に痛ましいこの戦争の現実に私たち直面しているというのみならず、場合によっては核兵器がまた使われてしまうというような、そういう状況を迎えているわけでありまして、長崎を最後の被爆地にというふうなアピールがずっと繰り返されてきたと思いますけれども、もしかすると長崎にすぐ被爆地というのが出てきてしまうかもしれないという緊迫した状況であります。で、私ピースポートの活動を通じて、この核兵器の廃絶とか平和を訴える活動をずっとやってきましたけれども、絶えず被爆者の皆さん、今日この船に乗ってくださった方々も多数おいでなんですけれども、被爆者の皆さんのお話というのは私の個人としてもそのなんていうか原点にありまして、やはりお一人お一人が体験されてきたことほどですね、重いものはないし、その当時のもちろんこの原爆が投下されたその時のこともありますけれども、その前その後ということについて本当に私ができることは想像することしかできないわけですね。当然戦後生まれでありますし、自分の親は東京で東京大空襲などにあった世代でありますけれども、それでもなかなかこの戦時中のことをきちんと想像するというのは非常に難しいわけであります。で、ところが今テレビで毎日毎日流れる報道というのはまさに空爆があって、空襲があって空襲警報が鳴って人たちが一人とかそのシェルターに逃げていくと。で、これまでこういう平和の活動をするときに、その時のことを想像しましょうよ皆さん、で被爆者の方々に70年以上前の話をしていただいて、みんなでイマジネーションを膨らませましょうなんていうのを言ってたのが、イマジネーションどころかもう毎日テレビで空襲警報が流れていると、そして SNS でもそれが見られるという状態になってしまって、その中でしかしじゃあ自分にそれを止めるために何ができるのというのがわからないもどかしさも一人一人あるというふうに思うんですね。そういう非常に複雑な状況の中で、こうやって高校生の方々もいらっしゃるし、長崎の被爆者の方々もいらっしゃる、そしてこの特別な私にとっても思い出深い写真ですね、ウクライナそしてベラルーシを訪ねた時の、写真が飾られているのを見て、いろいろと思うことがあるわけですけども、いただいた時間の中でまずウクライナをめぐる状況の話をさせていただいて、後半核兵器禁止条約の話をというふうに思っております。私SNS いろいろやるわけですけど、 Facebook っていうのがありまして、 Facebook が何年前の写真ですよとかっていうのがポーンと出てくるんですね、開くと。で、さっきここで見てたら10年前の写真ですよって言って、まさに10年前の写真で、あそこに飾ってあるですね、チェルノブイリの原発前で、みんなで集合写真を撮った時の写真が出てきまして、本当に10年前だったんです。4月の頭に来ましたの で、その時のことを思い出しながら少しお話をしたいというふうに思います。どうぞお座りになってよかったら、でもこのぐらいですか、話しやすいので、すみません。で、後ろからなかなか画面見づらいかも分かりませんけれども、今この間長崎でもまた広島でもですね、そして全国で戦争やめろというアクションが起きておりまして、これ本当に大切な
意味のあることだというふうに思っております。なぜかというと、この戦争をどうやって止めればいいかというときに、まあ究極的にはやはりこうやって市民の声を広げて、ロシア国内の市民の声を広げて、結果的にロシアの政治指導部、とりわけプーチン大統領がそれをやめるという決断をしなければこれやまないのですね。武力のようには感じるかもしれませんけれども、一人一人が声を上げていくということはとても大事だというふうに思っています。でウクライナの事態を考えるときに、私とても大事だと思っておりますのは、人道の上の危機ということと国際関係の危機ということの2つが起きているよと、同時に起きているよということであります。で人道上の危機ということをまず強調しなければいけないのは、なぜかというと、だん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 テレビに慣れっこになって、世界地図、あるいはウクライナの地図、あの辺にもありますけどですね、そういうのを見てですね、日々ここまでロシア軍が攻め入ったとか、ここまで来たとか、いろいろ地図が出てくるわけですよね。まるで高校の世界史の授業で世界史地図っていうのがありますけども、あれでロシア、あのローマ帝国がここまで来たとか、そういう地図がありますよね。そういうものを見てるような感覚でこの問題を捉えてしまうと、もちろんそういう理解も必要なんですけども、その前にこの戦争という事態の中で人々の命が奪われていることだとか、そして人々が怯えながら、本当に震えながら暮らしていることだとか、すでにその400万人が国外に逃れて、国内で避難した人も含めれば1000万人になるという、その数字が意味することは何なのかとかですね、そういったことがやっぱり見えなくなってしまうわけですよね。ロシアが勝ったとか負けたとか、押したとか引いたとかっていう、そういうゲームの話ではないはずなので、ここはとても大事なことは、そして特に長崎の皆さんは、長崎の原爆体験者や戦争体験者の方々と一緒にお話をして触れ合う機会がたくさんありますから、若い方々はですね、ぜひともその戦時下の暮らしというのをきちんと想像するようにしていただきたいというふうに思うんです。でつまりどのような形でこの戦争が終結を迎えるにせよ、それは早ければ早いほどいいと思うんですけども、そこで何が勝ったとか何が負けたとか、いろんなことが言えると思うんですね。しかしその国家の勝ち負けということの前に、人々の命と暮らしということを私たち考えなきゃいけないということだろうと思います。でその観点でですね、私の所属するピースボートでは緊急支援募金というのをいち早く立ち上げまして、具体的に何をしているかといいますと、昨日もちょっとテレビで、出たんですけれども、ウクライナの隣国の一つでルーマニアという国がありますが、ルーマニアに逃れた人たちに、避難民の支援をその提供するという活動ですね、ルーマニアの平和団体と一緒に開始をしておりまして、つい先日までスタッフ3人派遣して、今東京に戻ってきたところなんですけども、そういった活動をしております。もともとこのルーマニアの平和団体は、パトリールという団体なんですけども、この東ヨーロッパ地域でのですね、平和構築とか平和対話みたいなことをやっていたところで、今ではその、避難民の支援をしているということであります。でこれは別に私たちだけじゃありませんけれども、多くの人道救援の取り組みがありますので、ぜひとも情報を調べてですね、そういったところへ寄付や支援をされるといいと思います。でそう申し上げた上で、やはり私今日はその国際関係の話をしなければなりません。国際関係の話をする前に、この人道の話が大事ですよということをまず申し上げておきたかったんですけども、よくこの世界の歴史の中で、あるいはこの世界の現代のですね、この国際関係の中で、このウクライナの今起きていることをどう捉えればいいかということで、ちょっとメモ的にですね、国家間の基本ルール、南北の問題、東西の問題というのを書きました。この3つぐらい押さえておくことがあると思います。まず国家間の基本ルールというふうに言いますのは、どんな理由があってもですね、一国家が他の国のに対して、その主権や領土を侵害するような行為、すなわち侵略行為をしてはいけないという、武力による、武力の行使や武力の威嚇などをしちゃいけませんということが
これも明確に決まったルールでありまして、これはどうして決まったかというと、第二次世界大戦の後の国連憲章で決まったわけですね。国連憲章の第2条4項に、武力の威嚇行使はしてはいけませんよというふうになっているわけです。で、例外規定がありまして、例外規定として自衛権の行使はできますよというふうになっておりますが、その自衛権というのも非常に、まあ、厳格に解釈するというのが国際法の定めでありまして、ロシアは自衛のために戦争開始したんだというような主張をしておりますが、どういう理屈かというと、ウクライナ東部に新たに独立を承認した国家が存在すると、でその国家が、自衛権の発動を同盟国ロシアに求めているというような、そういう議論を組み立てて、これは自衛権だというふうに言っていますけれども、しかしどう考えてもね、どう考えても、ロシアという大国が、その国として脅かされているので、ウクライナに対して軍事行動を起こさなければいけない、それは自衛の行為であるというふうな議論は成り立ちえないわけです。ですから、このそもそも国家間で、そうした武力の行使や威嚇をしちゃいけませんよという、そこの国際ルールをが侵害されているということがまず抑えなきゃいけないと思います。で、その上で、じゃあなぜですね、こういったことになっているかということを理解するときに、私はその南北の問題、東西の問題というふうに、思いますのは、これ南北というのはちょっと分かりにくいかも分かりませんけれども、まあ、これはですね、かつてソ連の一部であったウクライナという国を、そのソ連を引き継いだところのロシアという国がまた取り戻したいと思っている戦争だということですね。まあ、これは南北の問題というふうに私がまあちょっと表現する理由は、まあ、言葉をもう少しはっきり言えば帝国主義の考え方です。つまり自分、ここは自分たちの支配下にある国であるという、そういう観点で、旧帝国が改めてこの地域を支配したい、こういうことですね。南北問題ってよく先進国の途上国の問題なんて言われますけども、そのような問題の一つとして今回の事態があるということを理解する必要があると思います。で、ウクライナの東部の、ロシア系住民がいて、その人たちが迫害されているから、ロシアとして救出しなければいけないというようないくつもロシア政府は言うわけでありますけれども、そのこれに対してはですね、2月にその東部の一部地域が独立宣言をしたときにですね、国連安保理の会合が緊急に開かれまして、その時にアフリカのケニアの大使が、国連大使が言っていた演説が大変貴重で価値のある演説です。これは何かというと、アフリカもそうなんですね、ケニアのあったようなアフリカもそうなんですけど、かつて帝国が勝手にその後の国々の国境線を引いたと。で、そういう国はアフリカにもたくさんあるんだよっていうんですね。で、かつての帝国から独立してきた国というのは勝手に国境線が開かれてるんで、隣同士ですね、あの国ともう一回一緒になりたいとか、そういうようなことを言う国はいっぱいあるんだと、アフリカでもそうだと。だけれども、それを武力によって、達成しようなどということを考えていっては、国際秩序になりたいからダメなんだよということをケニアの大使が言っていて、これ大変重要な視点なんだというふうに思うんです。で、そもそもその東部の住民、ロシア系の住民が迫害されているというようなことが、ロシア政府の主張の根拠になっているということ自体あまり日本で報道されませんので、そこはちょっと問題なんですけども、仮にそういうことがあったとしても、まあ、現実であるわけですが、武力という問題では解決できないというようなことですね。その、いわゆる大国と大国の支配下に置かれる国との関係の問題、それからそれさらに言えばですよ、隣の国の一部にですね、自分たちの都合のいいような国を作り出して、そして攻め入るっていうことは私たちどっかで聞いたことあるわけで、それは何かというと、日本がかつてですね、中国東北部に満州国というのを作り上げて、でその先にはどん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 攻め入ったという、それもまさにそれは当時日本帝国主義というふうに呼ばれたわけですけど、そのやり方とまあ同じなわけですね。そのようないわゆる帝国主義の
戦争ということがですね、まずここで一つあるということをまず理解するのが必要だと思います。これが、まあ、南北の問題です。でそこに加えて、これは東西の問題、これまた非常に大きいわけですけども、東西の問題というのは、これは端的に言えばロシアと NATO という関係の問題ですね。つまり、かつて、まあ、ここにいる方半分ぐらいは冷戦時代をよく覚えてらして、半分ぐらいは冷戦後に生まれた方ということになると思いますけども、冷戦時代世界はアメリカ側、西側、資本主義、そして、ソ連側、東側、社会主義というふうに分かれておりまして、核兵器で、対峙して、核軍拡競争を続けていたという時代があったんですね。でそれが約30年前に終わりました。ソ連という国はなくなりました。それでもそのソ連を引き継いだロシアと西側の対立というのはずっと続いてきたわけですね。非常に軍事的な緊張を払わなくなって、続いてきた。それはロシア側から見ると西側の軍事同盟であるところの NATO 北大西洋条約機構がどん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 東に広がってきたと、90年代後半から。それが非常にロシアとしては脅威であるというふうにずっと言い続けてきて、で実際2000年代などはですね、そういった、ヨーロッパにおけるミサイルの配備、あるいはミサイル迎撃のためのミサイル防衛網の配備などをめぐってロシア対 NATO という対立は非常に、まあ、大きく来たわけです。大きく続いてきたわけです。でウクライナの、ウクライナの、西側にポーランド、ルーマニアという国々がありますけど、こういった国々は昔はその、東側の陣営だったわけですけども、今では NATO のメンバーですから、ロシアから見ればNATO という西側陣営構築近づいてきていると。でこのままいくとウクライナも NATO 側に入っちゃうかもしれないということで、それは自分たちにとって良くない。だからウクライナが NATO に入るようなことがないように圧力をかけて、その圧力というのが軍事行動にまで発展したということでありますね。でそういうふうに考えますと、これは今の時点で別にその NATO というものが実際に戦争に直接参加しているわけじゃありませんけども、しかしこの戦争が始まる前から NATO はウクライナに対してさまざまな軍事支援、政治支援を行ってきまして、それに対するロシアの反発ということがあったということは紛れもない事実であります。これ私はこれは実質的にロシアと NATO の戦いだというふうに見て良いと思っております。で少なくともそういう構造がこの戦争の背景にあるわけね。でだからこそ危険だと。だからこそ危険というのは、これは あまり誤解されたくないんですけども、大国が、まあ、中小国をに攻め入って支配するということだけであれば、歴史上たくさんあったわけですよ。一番わかりやすいのはアメリカのイラク侵略ですよね。アメリカは国連の何らのそのお墨付きもないのにもかかわらず勝手にイラクに攻め入ったのが2003年のことですね。でそのもっと歴史を遡ればですね、ソ連によるアフガニスタン侵攻とかですね、アメリカによるパナマ侵攻とかいろんなことがあったわけですね。だそのこと自体はいいことじゃないですけど、たくさんあった。しかし今回やはり特別なのは、西側対東側という対立構造の中で戦争が行われているので、今日の時点ではまだ NATO が直接戦争に参加していませんけれども、明日参加するかもしれないわけですよ。で参加するということになった途端に、それは核兵器を持つ大国ロシアと核兵器を持つ大国の軍事同盟 NATO の直接戦争になりますから、その途端に核戦争になるリスクが非常に高まるわけですね。というような世界全面核戦争という危険をはらんでいるものであると。そのアメリカがイラクに侵攻するときとか、パナマに侵攻するときというのはそういう状況ではなかったのが、それが非常に異なるというのがこの戦争のですね、深刻な性格なんだろうと思います。このですからこの東西対立ということが、この背景にあるというのがですね、核問題と深く結びつくわけでありますけれども、これは世界の核兵器がですね、青いところにあるアメリカの核兵器と赤いところにあるソ連、そしてロシアの核兵器というものがずっと核軍拡競争でずっと増えてきて、1980年代にピークを迎えて
90年代冷戦が終わってからですねガーッと下がってきたこういうことでありますけども、この下がってきたけども今までの総数で言えばアメリカロシアを中心に1万発以上の核兵器があるという、その対立構図の中でその中間点にあるウクライナで戦争が起きているということですね。でこの核戦争になるかもしれないということをもう一つの重要なポイントは、プーチン大統領が戦争が始まるや否やですね、介入してきたものには史上これまでになかったような結末を味わわせるというような発言をして、そしてですね具体的に、核抑止部隊に、特別戦闘任務というものに入るような指示を与えるということで、要するに核兵器を使える状態にするということをこれ明確に発信しているわけですね。でこの発信というのは必ずしもウクライナに対してと言っているよりはですね、介入してきたらやるぞというふうに言ってきているわけですから、世界中に対して核兵器を使えうるぞというふうに言っている。でもっと言えば邪魔したら核を撃つぞと言いながら侵略行為を続けるわけですね。でここにおいてすでにこの核兵器ってこれまでですね、核兵器がある程度必要だという人も、長崎には少ないと思いますけど、私東京で普段活動してますとたくさんいるんですけど、そういう人たちが周りにですね、その人たちもそんなような形で核兵器を考えてなかったと思うんですよ。核兵器がこっちにもあると向こうにもあると同じぐらいあればバランスが取れるから戦争が起きないんじゃないかというようなことで核兵器を支持する人たちがいたわけですけど、でロシアとNATO だってバランス取れてたはずなんですけど、理論上は。ところがバランスどころか戦争が始まっちゃってるわけです。しかもその戦争の中で何なら撃つぞと言ってる核保有国がそれをある種脅しの力として実際の人殺しを進めていくということがありますから、もはや核兵器はこの戦争において使用されてるんだと思うんですね。戦争の道具になってしまっていると、もう抑止のための、手段ではないと、そういう新しい状況が生まれてきてしまっているということなんだろうと思います。でこのことは明確な国際法違反であるということは、そもそも国連憲章の中で、違反であります。武力の行使や威嚇に当たりますからね、これ違反であると同時に、これまで国際司法裁判所の、定めにから見ても問題がありますし、一番直近で言えることはですね、この1月に本来 NPT 再検討会議が始まるはずだったんですけども、その時に合わせて核兵器を持つ5カ国が声明を出しまして、核戦争に勝者はいない、故に核戦争を戦ってはならないんだということを言ったわけです。これが言ったのが1月3日か4日ぐらいだったと思いますけども、マスコミ各紙はすごく大きく取り上げてですね、5カ国が核戦争しないというふうに言ったと。これはある種被爆地の訴えとか核兵器禁止条約の昨年の発行とか、そういったことが力になったんじゃないかというふうに報道したわけですね。で私もそれ、これは重要な声明だと思ったわけでありますけども、この1ヶ月後に核保有国この一つであるロシアが全くこの声明の精神を破って、まさに核保有国間の戦争につながるような戦争を開始しているということでありますから、これ自体は大変深刻であります。で以前よりですね、世界の終末時計というのはもう人類の終末に向けてあと2分を切っているという状態が言われてきまして、核戦争が起こる可能性はあるんだというふうにずっと科学者たちは言ってきましたけれども、ここまで深刻な状態になるというふうに誰が、予想できたでしょうか。でこの時にですね、ちょっと遠くで小さい字で読めないと思いますけれども、アイケがノーベル平和賞を受賞した時に、事務局長のビアトリス・フィンが講演をいたしまして、その時に核兵器の終わりか私たちの終わりか、そのどちらかが起こります。核兵器は私たちを安全にするどころか紛争を生み出しています、こういうふうに訴えたわけですけども、そのことが今本当に現実のものとなってきているということだと思います。でこうした中で私はやはりですね、今こそ
核兵器そのものをなくそうということを本当に世界中で言わなければいけないというふうに思いますし、実は世界的なICANの中でも今それをICANが言わずしてどうするんだと、そしてICANができてからあれ2007年に誕生しましたからもうだいぶ経つんですけれども、2002年ということ、2007年というか15年ですかね、経つわけですけれども、ICAN 史上最大の取り組みを今しなければいけないねということで話をしております。なぜかというと、今回の、もちろん今回の事態がどんどん悪化していけば、どこかで核兵器が使われるということになりかねませんし、仮にそういう事態までいかないで一定の収束をしたとしても、じゃあその後ですね、その後世界の平和をどういうふうに維持していくんですかということがありますよね。で、これまで通り核兵器というものに一定の役割があると、政治的、軍事的な役割があるというふうにして世界を保っていけるのか、そういうふうにしてしまったら、また今回と同じようにですね、核兵器というものを脅しの道具として使って、それで戦争や人殺しを主張していくというような国々がずっと出てくるわけですね。で、当然それは危険だからということでいろいろ管理しよう、軍備管理だなんていう議論があるかもしれませんけども、やはり根本的にこのような兵器を間違ってるし、やめなければいけないんだという、核兵器廃絶にしっかりと転換しなければいけないというふうに思っています。今1万3000発ある核兵器をですね、これまで NPT という枠組みの中で管理をしようとしてきました。NPT というのは5カ国が公認の核保有国で、それ以外はダメだよということでありまして、その前提というのは、その5カ国はいろいろあっても、ある種の責任感のある国々ですよと、国際法で認められているわけですから、めったなことはしません。で、NPT の外にあって核兵器を持っている国とか持とうとしている国、例えば北朝鮮、イラン、そういった国が問題なんであって、5カ国は持っていること自体は問題だけども、基本的には優等生ですよというロジックの中で NPT 体制というのは50年間続いてきたわけですけども、それが今崩れているわけですよね。よくかつて、北朝鮮に対してならず者国家だという言い方をするアメリカの大統領がいましたけども、ならず者っていうんであればロシアが今ならず者になってるんですね。で、そのような状態でどうやってこの NPT だけで国際秩序を守れるかということですね。そうやって、核を振りかざすならず者がトップ頂点にいるような国際秩序であれば、当然他だってじゃあ我々もだとこういうふうになりますよね。で、今日本でさえもですよ、これ非常に残念なことに、こんなやって核兵器を持つならず者がいるんだったら、こっちだって核があってもいいじゃないかみたいな議論が起き始めてるんです。それがいわゆる核共有の議論ですね。後でもう少し触れますけれども、日本でさえそういうふうになってくるということは、世界中どこでもそういう現象になってくるわけですよ。もうこれだったら核しかない、核しかないって、核しかない、核しかないっていうことが今出てくる時だからこそ、私たちは核兵器を全面的に禁止して廃絶するということにしっかりと舵を切らなければいけなくて、そのために核兵器禁止条約というものが非常に重要な意味を持っていると思っております。で、ICANはですね、まあ、2007年にできてから今600を超える団体が参加するまで広がってまいりましたけれども、そしてこの ICANの運動の中で冒頭お話ししましたように、多くの被爆者の方々がですね、世界を回られるというオリジナルプロジェクトの取り組みもありまして、そうしたことを踏まえて2017年にできた条約でありますが、これは核兵器を非人道的な兵器として全面かつ完全に禁止し、核兵器の廃絶への道筋を定めて、核の被害者への援助を定めた条約である、まあ、こういうふうに言うことができます。で、これが昨年発行いたしまして、多くの人たちが本当にこれ喜び合ったわけでありますけれども、発行した条約がこれからが出番になります。これどうやって生かしていけるかということですね。まあ、いろんな批判にさらされてきまして、核兵器禁止条約が NPT と矛盾するだとか、核兵器安全保障を踏まえていないとか、核兵器禁止条約に実効性がないとか、いろんなことを言う人たちがいますけれども、まず第一に NPT そのものが
核兵器のない世界を目指すという前提のもとで作られた条約でありますから、核兵器禁止条約と NPT は目標を同一の目標を持っておりまして、そこに向かって NPT だけでは結局あの国が持っているんだったら自分たちもというところですね、核兵器禁止条約はそれ以上に一歩前へ進むという意味合いを持っているので、これを補完するものだというふうに言えます。そして核兵器禁止条約は安全保障を踏まえてないって長く長く言われてきましたけれども、結局のところですね、 NPT どうなってるんですかということなんですよ。だって NPT で認められた核兵器保有国がこうやって核の脅しをしているというような時代に、やはり核兵器はどの国がどのような形で使ってしまったら大変な安全保障上の破滅になりますよということを言ってきたのは、この核兵器禁止条約を制定しようという運動でありますし、でその推進力になられたのは被爆者の皆さんでありますし、そして、今この核兵器禁止条約の締約国を増やそうという運動もですね、その世界レベルの安全保障を考えるためと、そういう意味があるわけです。で核兵器禁止条約の実効性ということに関してはですね、確かに今の時点で核兵器保有国が入っていないということはありますけれども、こうした条約がどん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 広がっていくことによって、例えば銀行が、核兵器の製造企業にお金を貸さないというような、そういった形で、つまり国家の政府を縛るというのは少し時間がかかるとしてもですよ、例えばあるいは核兵器保有国の軍隊を縛るというところまでには時間がかかるとしても、経済の動き、社会の動きを大きく変えて、これは許されない兵器だというふうにですね、指摘効果を強く持つわけであります。これまで生物兵器、化学兵器、クラスター爆弾、対人地雷そしが禁止されてきたものが2017年に核兵器が禁止されたわけでありますけれども、皆さんよくテレビの報道をご覧いただきたいわけですけれども、そのロシアがもしかすると生物兵器、化学兵器を使うかもしれない、これは大問題です。あるいはロシアがクラスター爆弾を使ったかもしれない、これ大問題です。こういうふうになるわけですけども、それはこれらの兵器が条約で禁止されているから大問題だと、ところがそれよりもそれらよりもはるかに上回る威力、はるかにむごたらしい非人道的な結果をもたらしうる核兵器というものが未だに完全な形では禁止されていない、つまり禁止条約ができたけれどもまだ締約国が60カ国にとどまっておりまして、核兵器保有国がまだ入ってない状態、これがですよ、もっともっと広がって100カ国、150カ国が持つという条約に入るというような状況になってくればですね、この核兵器というものを使ってはならないという批判がこれまで以上に強まります。例えばですけれども、ロシアが生物化学兵器を使うかもしれないということが言われていて、使う危険性はあるんですけども、でもロシアはその使いますなんて一言も言いません、言いません。なぜかというと生物化学兵器の禁止条約に入っているからです。だから彼らは仮に使うとすれば相手が使ったんだみたいなことを言わなければいけないという状況にある意味で追い込まれているわけです。だけどもテレビでご覧になったように、ロシアの大統領府の報道官は最終的には核兵器も使いうるんですよっていうふうに言ってますでしょ、堂々と。それは彼らがまだ核兵器が禁止されているものであるという規範を受け入れてないからですね。それをロシアでさえも核兵器禁止規範を受け入れるところまでですよ、この核兵器禁止条約を大きくしていけばですね、彼らは核兵器を最終的には使いますなんてことを決して言えなくなるんです。クラスター爆弾だって使われていますけれども、ロシアは、クラスター爆弾を使ったとは言わないんですよ。それ非人道的だって非難されるんです。分かってるから。もちろんこうやってですね、嘘をつく、そういうことについてどうやって対応すればいいかという問題は残りますけれども、基本的に禁止規範を作るということは、そうした軍事大国を、さえもですね、その行動を抑制していくという効果を持つというのなんですね。まあ、5年前にこの条約ができたことをですね、核兵器の終わりに始まりにしようというふうに言って
ずっと運動が広がってきたわけで、かなり前進してきましたけれども、ここへ来て大きな反動が起きているということであります。でここからじゃあ次どうするのかということでですね、やはり私は6月に開かれる核兵器禁止条約の第1回締約国会議に本当に注目していく必要があると思います。オーストリアのウィーンで開かれますけれども、核兵器の非人道性、そしてそのリスク、核兵器の廃棄、核兵器の廃棄に関する期限やその国際機関や検証制度のあり方、それから核の被害者の救援援助、汚染された環境の回復、そして条約の普遍化ということでありまして、核兵器禁止条約に入っている国を増やしていくで普遍化というのは86カ国今署名していて、60カ国が批准まで済ませたんですけども、これはやはり倍増させていくようなそういう取り組みが必要であるということでありまして、この会議の中では当然、今の情勢を踏まえて、ロシアの状況も議論されるでしょう。こういう状況であるから、核兵器が許されない非人道兵器なんだという声を強く上げていこうという、そういうある種の政治的なメッセージもですね、この会議から出されていくというふうに思っておりますし、先ほど ICAN としては ICAN 史上最大の取り組みをしようというふうに言っていましたけれども、それはこの締約国会議に向けて、締約国会議の直前にですね、オーストリアのウィーンで大きな NGO の行事を行おうということで、準備を進めております。で少し技術的なことで言えばですね、核兵器を持っている国が将来この条約に入ってきた場合に、それをどういうふうにですね、情報の申告をさせて核兵器の廃棄に至るプロセスということにしていくかというような期限とか国際機関の定め方などについても議論されますし、今回の第1回締約国会議では、保有国が入ってきた場合、少なくとも何年以内に最終的に廃棄しなければいけないかということについては、きちんとした締約国間の合意を決めることになっております。それからですね、核被害者の援助や環境回復ということに関しては、これかなり具体的な議論になるというふうに思いますけれども、核被害者というこの条約でいうときには核兵器の使用および実験の被害者でありますので、長崎の皆さんや広島の被爆者の皆さんも理論上はこれ核兵器の使用の被害者でありますから含まれるわけですが、ただ第一義的にはこの条約に加わっている国のにいる被害者ということが第一義的に言われているので、この日本政府はまだこの条約に加わっていないので、長崎の被爆者の皆さんの救援の問題が直接議題になるということではありません。ただ、核実験被害があった国ということでいうと、例えば中央アジアのカザフスタン、旧ソ連の核実験もありましたし、あるいはですね、キリバス、太平洋の島でありますけれども、そういったところでですね、イギリスの核実験などが行われてきておりますので、こういったところの締約国が、議論を提起する形でですね、核の被害者の援助とはどういうふうにあるべきかということについて、議論になると。今 NGO のレベルで、長崎のですね、ご専門の方のご参加もいただきながら、日本の市民社会からこの核被害者の援助の在り方ということについての提言を出そうということで準備をしております。 ICAN 世界的にも国際的にもその提言を出すという予定にしておりますけれども、これはつまり被爆者の皆さんは具体的には想像していただきたいわけですけれども、日本では被爆者援護法というものがありますよね。でこれは一つ被害者援助の形なわけです。医療の手当を受けられるとかですね、あるいはその原爆症として認定されればさらに手当があるとか、こういったことですね。ところが長崎でもそのじゃあ被爆者手帳をもらえる人たちの範囲というのは一定の限度があって、自分たちがもらいたいけどこれは問題じゃないかというふうに主張している方々がたくさんいらっしゃるんですね。であるいは国籍が違うと、ちゃんとした援護を受けられなかったという時代もありますよね。そういったさまざまな現行の、被爆者 その援助制度について不備があって、不備を埋めるべく当事者の皆さんが声を上げていろいろ裁判をしたり行政に要望したりして改善をさせてきたということがありますね。でこういうことそのものをきちんと核兵器禁止条約の締約国会議に提起していかないと、そのせっかくいい条文があって被害者の援助しましょうということになってるけれども、なんか簡単にですね、ごく一部の人に
ちょっとした見舞い気みたいなのがあればこれで援助ですというふうに言われちゃう、そんなことはたまったもんじゃないわけです。なぜかというと、皆さん自身がご存知のようにですね、原爆の場合76年以上経っても未だに苦しみが続いているわけです。その苦しみというのは医療の面のこともありますし、もっと社会的な家族との関係、コミュニティの問題もあります。そういったことを総合的にきちんと伝えていかなきゃいけないということだろうと思いまして、こういったことをですね、本来は日本政府がこの会議に出てですね、オブザーバーでも何でもいいから会議に出て、長崎はこうなってる、広島はこうなってるということを伝えるべきなんでしょうけど、それを日本政府がするかどうかよく分かりませんので、最後までこれはやれっていうふうに要請していきますけども、少なくとも市民レベルではそういった提言をどんどん出していこうと思って今準備をしているところです。で、少なくともですね、今回の第1回締約国会議の中で、これから核被害者の援助に関して物事を決めていくときには、ちゃんと核被害当事者のいるところで話し合って決めなさいよという、そういう原則ぐらいはですね、ちゃんと確立して締約国家の合意として盛り込んでもらいたいというふうに思っています。1回の会議で、6月の3日間だけの会議ですからね、全て決まるわけじゃない、ここから議論が始まるわけ、ここから2年ごとになっていくことになりますから、そういったことができると思いますし、で聞くところによれば、長崎で私知事になられたということですけども、その選挙戦の時ですか、その締約国会議を長崎に招致したいなんていう声もあったというふうに聞いておりますけども、日本は締約国でないので締約国会議が招致できるかどうか分かりませんが、今お話ししたような核の被害者の援助どうしていくのかということについては、本当にこれから何回も何回も会議を重ねていかなければいけなくなるわけですね。でこういったような議論に長崎が加わるということも十分可能なんじゃないかなというふうに思っています。でその日本の市民社会からということに加えまして、世界中に核の被害者がいるよということを浮き上がらせようということでですね、昨年12月にはピースボートが ICAN と協力のもとでですね、世界核被害者フォーラム、2021というものをオンラインで行いまして、そこで30名以上の、世界5大陸からの核被害者で、ここで核被害者は核実験に限らずですね、その前段階としてのウラン採掘とか、あるいはですね、核の廃棄物の関係の環境被害の人たちなんかも含めて、いるんですけども、そういう方々の証言をオンライン会議で集めましたので、こういったものは今でもウェブ上に残してありますし、日本語も全部字幕つけておりますので、ぜひ見ていただければなと思います。で今オブザーバーということで、日本が参加するかどうかということはもうあともう2ヶ月のことでありますから、早く政府には決断してもらいたいというふうに思いますけども、スウェーデン、スイス、フィンランド、それからノルウェー、ドイツといった国々がオブザーバー参加するというふうに言ってるわけですね。オブザーバーというのはこの条約に正式に加入するという意思はまだ固めてないけれども、少なくとも議論には加わるということでして、特にノルウェーとドイツの2カ国については NATO 加盟国という、つまりアメリカとの軍事同盟の関係にある国が、そして核同盟の一員であるという国がですね、参加の意思を示すというのは非常に重要なことであって、先ほど言ったようにですね、今このウクライナの情勢を受けて核兵器はまだ使われるかもしれない、これ絶対許してはならない、だから核兵器廃絶への道を歩むんだというふうに言う岸田総理のその発言が本気なのであるとするならば、少なくともオブザーバー参加をしてですね、そして、少なくともこの核なき世界を目指すという目標においては日本は共有しているんだということぐらいは言ってもらわなければ困るというふうに思っていますし、と同時にですね、被爆者の声がこの締約国会議できちっと反映されるような努力もですね、 NGO は NGO でやりますけども、政府にも頑張ってやってもらいたいと思っております。で日本が条約そのものに入るためにはもうワンステップいるわけなんですね。もうワンステップっていう何かと言いますと、結局簡単に言えばアメリカの核抑止力というものに依存するという政策をやめない限りこの条約には入れないんです。アメリカの核抑止力に依存するということの
法的な意味、法的にそれを表現しますと、核兵器の使用や威嚇を援助したり奨励したり勧誘したりしちゃいけませんよという条項がこの条約にあるんですけども、そこに今の日本は抵触する状態になっているんですね。それどういうことかというと、その日本は今核兵器を持っていませんし、核兵器を持ち込むという計画もないわけでありますから、物理的に核兵器はないわけですけども、アメリカに核兵器をいざとなれば使ってほしいですよと、こういうことを言っているわけですね。でアメリカが核兵器を日本のために使うということによって日本の安全が成り立っているんだというのを、これが長崎の皆さんの考えでないにせよ、日本政府が取っている公式の見解でありますから、そうするとアメリカによる核兵器の使用や保有を援助したり奨励したりするという、そういうことになる。この援助したり奨励したりするというのが、アメリカ、ネックになって、それが核兵器禁止条約によって禁止されているから、そこがあるので日本はこの条約に加入できないというのが、この法的な説明になるわけですけども、2017年の時からですね、日本政府がもう正直にそう言ってくれれば話はもっと早かったと思います。我が国は核兵器の使用を援助して奨励するものであると言ってくれればですね、もっと論点ははっきりして、その今はまさに核共有の議論が出てますけども、つまりその日本とアメリカのこの核のつながりってどういうものなのかということを、しっかりとここはちゃんと現状を踏まえて、それを変えていくという議論をしないといけないというふうに思うんですね。それをしないでこの5年間そのただぼんやりとですね、いや核保有国とも話し合いをしなければいけませんから条約に入れませんというようなことをぼんやり話してきたというのは、ちょっと今このツケが回ってきているのではないかなという感じがいたします。今私自身力を入れてやっておりますのは議員ウォッチという取り組みでありまして、長崎はじめ全国の国会議員の方々、あるいは都道府県知事、市区町村の動きをですね、スマートフォンで見られるようなサイトを作っておりまして、多くのボランティアに支えられて動いておりますけれども、今何パーセントの人たちがですね、この核兵器禁止条約に賛成しているか、それは国会議員別、都道府県別、市区町村議会別ということで、出しております。ちょっとこの画面に出ているのは少し数字が古いんですが、今日の時点のものはですね、サイト自体を見ていただくと出てくるわけですけども、この取り組みの中で今少なくともオブザーバー参加、禁止薬のオブザーバー参加する必要があるというふうに言ってる議員がどれだけいるかというと、今日時点で国会議員の 50% 50% が超えてますから、一応なんとか過半数です。つまり条約に入れって言ってる人は 50% にもいかないんだけど、 34% ぐらいです。でも条約に入るか入らないかはともかく、オブザーバー参加ぐらいはしろということも全部入れますと 50% ちょっと超えたと。で同じことを世論調査で調べると 85% の国民が、当然会議に行くべきでしょと、あるいは大体7割ぐらいの人々が条約も当然入るでしょというふうに言っていますから、ここで、人々の意識とこの国会議員の意識が大きな、差があるということが分かるわけですけども、ここをなんとか埋めようということでですね、大学生たちが結構中心となって、この長崎出身の大学生の方々もすごく中心を担ってですね、この議員を作る組みをしています。でちょっとふざけたあれですけども、総理ウィーンに行きましょうということで、ウィーンのイメージでやってるんですが、とにかくこの締約国会議に行って、このような今を長崎や広島を繰り返さないために、かつ今ウクライナで起きているような核戦争一歩手前というこのような危機的状況を絶対に繰り返さないために、核兵器は廃絶するということが唯一の核戦争を防ぐ道なんですね。核兵器を持ったまま核戦争を防ぐということはできないわけです。そのことをしっかりとまずは、確認をして、その上でですね、じゃあどうやって日本の場合であれば、今はアメリカの核兵器をに対するこの援助奨励を行っているという立場をやめるような道筋に、こう乗っかっていけるかということを議論していかなければいけない、そういう時になっているんだろうと思います。その意味で、
やはりこの6月、そして8月には NTT 再検討会議が開かれる、また8月6日、8月9日という日も来るということでありますから、今年の今から8月までの間って非常にこの議論をする大切な機会になるだろうと思います。でそういう中での核共有の議論というのは、これ非常に大変乱暴な議論が元首相から出てきてしまったわけでありますけれども、核共有というのはですね、そのかつて1950年代から始まっているんですけれども、ヨーロッパの5カ国がアメリカの核兵器を、置いているんですね、その国の領土に。それでそのような国々、そのような国々というのはドイツであったりオランダだったりイタリアだったりっていう、5カ国なんですけども、合計100発ちょっと浮いてるんですけども、そのアメリカの核兵器を領内に置いてて、その国の航空機でその核兵器を運んで落とすみたいなことをするということを想定した。その想定をしたっていうのは、その1950年代のことで、1950年代でそういうことを知ったのがずっと続いてきてるという、そういうことなんですね。で、日本でそれをやるということは、日本にアメリカの核兵器を持ち込むということでありますから、当然、非核三原則には抵触するわけですね。で、そんなことを分かりきっているにもかかわらず、なぜその政治家の方々が言い出したのか。で、その政治家の方々、元首相が言ったからって、わーわーわーというふうになって、議論しようって言ってる人たちもまだ結構いるんですけども、核共有は進めるけれども、非核三原則は堅持するっていうふうに言ってるので、それちょっとどう考えても成り立たない議論ですね。で、かつまた、今、NATO5 カ国にある核兵器というのは、1950年代、すなわち NPT ができる前からあったものなので、それを前提としているので、あれなんですけども、NPT ができてしまった後、今日になって、もし日本がアメリカの核兵器を日本に持ち込む、それで日本に置くということになった場合は、これは NPT にも違反する可能性が高いです。なぜかというと、NPT というのは核兵器保有国が非核兵器国に核兵器を移譲してはならないというふうに定めているので、異常されたら NPT 違反になる。これは基本的なことですね。で、これらのことから言ってですね、日本に持ち込もうという意味での核共有というのは事実上不可能ですし、誰もやろうということにはならないと思います。で、実際その核兵器を持ち込めばそこが攻撃の狙い目になるということもありますから。ですから今その核戦略とかを語る人だってですね、別に核兵器というのは潜水艦に乗せて潜水艦から発射すれば相手には見つからないんだからその方が便利なんだというふうに言っている時代でありますから、なぜそんな持ち込もうかというふうに言うのかということに合理性は全くなくて、言ってみればこの戦争のごたごたの中で人々が本当に怖いな心配だなというふうに感じている中で、こっちにも核があるぞと見せつけてやれみたいな、そういうレベルの議論だと思うんですね。で、そういうレベルの議論でわーわーやっていくと何が起きるか、話は単純でありまして、逆に日本を脅威と思う国が増えてくるんです。そのロシアによる侵攻が始まった数日後ですね、この核共有しましょうという議論が出てきたのは、同じ頃にですね、ベラルーシでは、ロシアの同盟国であるベラルーシでは、これまでは非核憲法だったものを憲法を変えてしまいまして、核兵器ロシアから持ち込めるようにしたわけです。まだ持ち込んだわけじゃありませんけど、でもベラルーシが核兵器を持ち込めるようになるっていうことは、ウクライナから見れば大変な脅威ですよ。本当に核兵器が使われるかもしれないということですから、それをひっくり返してみれば、日本にアメリカから核兵器を持ち込まれるというふうになれば、日本に対して日本が脅威だ、アメリカが脅威だと思っている国から見れば大変な脅威が高まりますよね。で、脅威が高まればみんなおとなしくするかといえばおとなしくするわけじゃなくて、さらにそちらも軍備を強めるわけですから、軍拡競争になっていくということであろうと思います。で、そういう意味での核共有はできないっていうことがだんだん明らかになってきたので、この数週間の間で、そうすると今度この核共有を言ってきた人たちはちょっと話を変えて、いや、そういう意味じゃないんだと、持ち込まなくてもいいからアメリカとその核兵器の運用に関して話し合いを深めようじゃないかみたいなことに少しずつ議論が変わってきています。で、これは
もともとの日本が抱えていた問題、日本自身は核兵器を持たないけども、アメリカに対して核兵器を使用をお願いするという、この関係性がどうなっていくのか、その関係性を強める方向でいくのか、それともそれを転換して核廃絶に持っていく方向にいくのかということが、問題の本質が問われるという局面なんだろうと思います。じゃあ、どうすればいいんだろう。だって怖いよと。だって核を持って暴れてる国があるじゃないかという時に、私はやはりですね、非核地帯ということを考えるべきだと思いますね。で、世界には数多くの非核地帯があります。この世界地図の中で黄色くなっているところが非核地帯でありまして、核兵器を持たないということを決めた、地域なんですね。で、核兵器を持たないということを決めることによって安全を担保する、こういうやり方です。世界で約120カ国ぐらいはすでに核兵器の非核地帯に入っているんですよ。で、もともと1962年にキューバ核ミサイル危機というのがあったわけでありまして、その核の脅威を感じたラテンアメリカが一番最初にこれを始めたんですね。ラテンアメリカ非核地帯、トライペロルコ条約というのを作ったわけでありますけども、そこから今度は、ずっと南半球広がっていったんですね。で、ロシアと隣接する中央アジア、あるいはモンゴルも非核地帯なんですよ。つまり核保有国と隣り合わせにいる国が、自分たちは核兵器を持たないよと宣言することによって安全を担保する道っていうのがあるわけですね。それを実践してるんですよ。120カ国ということは世界の国の半数以上はそういう国なんですね。核兵器を持ってる国っていうのは9カ国だけだし、核兵器のいわゆる傘の下にある国っていうのは世界で30カ国ぐらいしかないわけ。ほとんどの国は核兵器なしで安全を確保すると、こういう道を選んでいるわけでありまして、それでこの写真はですね、東アジアにもそういう地域を作ろうじゃないかという議論がずっと続いております。この長崎では長崎大学の先生方などそういう研究をずっとなさっておりますけれども、モンゴルという国、先ほどご紹介したようにモンゴルは1カ国で非核地帯になっているんですが、モンゴルがホストする形で、ウランバートルというモンゴルの人ですけども、北朝鮮の人も韓国の人も中国、アメリカ、日本、こういった国々の、これは非政府の専門家、北朝鮮の場合は完全に非政府というわけにはいきませんけども、まあそういった対外窓口になっている団体があります、平和関係になっている団体がありますので、そういう方々が一堂に会して東アジアの非核地帯化ということですね、ずっと議論を進めております。で、モンゴルは中立的な政策を取っていますので、北朝鮮の大使館もあるし韓国の大使館もある。で、核保有国たるロシアとも中国ともアメリカとも遠距離で外交しておりますから、こういうことができるわけですね。で、こういうような道を探ることによって、東アジアで、つまりウクライナで戦争が起きていることは次は東アジアだなんて言って、それでやれ、そのこっちも核を持とうとかですね、憲法を変えてしまえとか、そういうようなある種のこうちょっと閣下した状況が今生まれてますけども、そうではなくもっと冷静で、核兵器によらない形で安全を保つというさまざまな世界の例に、習っていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、そういうような私の話はどうしても核兵器禁止条約とか非核地帯条約とかっていうふうに言って、条約で本当に最終的に平和が担保されるのかと、条約結んだってロシアみたいに破る国があるじゃないかと、こういう見方っていうのはあると思うんです。あると思いますし、確かに条約というのは不完全でありますし、国連の制度というのは不完全であります。だけども例えば国連でもですね、国連安全保障理事会では何も決議できなかったとしても拒否権ゆえに、そうすると国連の緊急特別総会が開かれて、総会の中で140カ国以上がですね、ロシアを非難する決議を挙げるというようなこともありましたし、国際司法裁判所の命令というのも出ております。軍事で力で問題を解決していくんだということも、これまた限界があるんですね。そこでさまざまな被害が生まれる、そこで、誤って軍事バランスで戦争を止めるつもりだったのが戦争になってしまう、核のバランスで核戦争を防ぐつもりが核戦争になってしまうという、こういうリスクを持つわけですね。で、条約で行くっていう場合は、条約が破られたらどうするか、さまざまな問題があるわけです。しかし、
どちらの道を行くのかというふうに言った場合にですね、どちらの道を選んでその欠陥を埋めるための知恵を出していくのがより理性的で本当に私たちがやるべきことかということを考えていけばですね、私はやはりそもそも国連制度というものが第二次世界大戦の後にできた制度だということを考えると、ここでもう一回また第一次大戦第二次大戦みたいなことをもう一回やるんですかと、それまたやってからまた国連を作り直すんですかというようなことになる前に、今ある国連の弱さ弱点のようなものを、強化していくという道に進むべきだと思いますし、そうしていかないとですね、今私たちが抱えているのはこの核戦争の脅威だけではなくて、もともと今このマスクをしながらお話をせざるを得ないこの感染症の問題とか、あるいは気候変動の問題とか、本当に人類の生存を脅かしているさまざまな問題があって、そこにこそお金も知恵もかけなきゃいけないときにですね、なんでわざわざ人間が戦争っていうこと自体が人間が行うことでありますけども、そして核兵器というもの自体が人間が作るものでありますけども、そんなものを作って維持して新たに人類の生存の脅威というものを付け加えなきゃいけないのか、早くそういったものは終わりにして、そこにかけていた知恵やお金をもっと 本質的な環境と人間の共生であるとか気候対策であるとか感染症対策、健康問題、こういったことに、振り分けるべきではないだろうかというふうに、感じています。つまり安全保障、安全保障というときに誰のための何のための安全保障なのかということをきちっと、持っていかなければいけないんだろうというふうに思います。ピースボートでは今船が、ずっと出せない期間が2年以上続いてきましたので、ちょっとこういろいろと皆様にご迷惑もおかけしてしまってるんですけども、いろいろご支援をいただきながらですね、ピースポートカット自体は続けて今年なんとかクルーズの再開というふうにしていきたいということで今準備しておりますけども、それまでの間はオンラインで被爆者の証言を世界に発信するということを行っておりますし、締約国会議の時もですね、被爆者の声が伝わるようなそういう取り組みをしていきたいと思っております。またロシアに向けてですね、絶対に核兵器は使っちゃいけないと、戦争早くやめろと、こういうようなメッセージも今集めているところであります。まあ、そのようなお話をしたことをですね、ポスター書籍にもまとめております。この書籍書いた時にはまだこのウクライナの侵攻という事態、ここまで深刻な事態になっておりませんでしたので、そういったことがこれらの書籍には含まれておりませんけれども、考え方は同じでありまして、どうやってその国際ルールの強化によって核兵器の廃絶が達成できるかというところが最大のポイントであるというふうに思いますので、ぜひともそういうことを皆さんと分かち合って、これからですね、本当に戦争を一刻も早く止めて核兵器廃絶に向けた前進を作るために一緒に活動していきたいと思います。今日はどうもご清聴ありがとうございました。なかなか日頃我々が目にします新聞だとか、あるいはテレビだけでは伝わらない非常に深い読みがあります。川崎さんの話いかがでしたでしょうか。ここでさて自分には何ができるだろうかということをお考えの皆さん多いかと思いますが、平和への歩みというのはなかなか一日にしてならずというのは、大阪、広島が被爆しても70周年で実現しない、そこでお分かりになるかと思います。でもそこで捨てていいわけではありませんので、やはり今ロシアがやっているような残虐行為を一日でも早くですね、どうしたら止めることができるか、もう一度私も考え直してみたいと思います。核には核をというのがいかに嘘であるかということは皆さんに伝えたいということだと思います。今日は時間がもう取っておりますので、どうぞ若い皆さんも、川崎さんに対してあまり聞く機会がありませんので、この際質問がありましたらどうぞ手を挙げて聞いてください。お答えしていただけるかと思います。新高の川崎さん、こんにちは。
核兵器禁止条約に対する日本の立場とか日本の活動が主として質問したり意見を交換したりした方がいいと思うんですけども、やっぱり一番気になるのがウクライナの件なんですね。で、私ちょっといろんなことを聞いているので、ウクライナでどうしてもわからないところがですね、ネオナチっていう存在が一体ウクライナなんてロシアとウクライナの間でどういう関係になっているのか、その辺がよくわからないので、ちょっとその辺をお聞きしたいと思います。はい、ネオナチという表現が妥当なのかどうか私は分かりませんけれども、基本的に起きている問題というのが、今日のお話の中でも少し触れましたけれども、いかなる国家もそうですけれども、国境線があってそこでパキッとですね、国家これは何人、こっちからこっちは何人って分かれているわけではないんですね。とりわけヨーロッパのように、陸続きの場合はやはりですね、その国境をまたぐ人々、またいで存在している人々がいるわけでありますよね。でウクライナの場合は、東部地域や、その南のクリミア半島といった地域にはいわゆる、ロシア系の住民が多いと、そしてそのロシアに対する貴族意識の強い人たちが多いということでありまして、でその人たちに対して、ウクライナの一部のですね、人たちが、非常に、排他的排外的に、暴力行為なんかも伴う形で、いじめ行為のようなことを行っているということが、私は詳細は知りませんけれども、事実としてはあるんだろうというふうに思うんですね。それの迫害を受けている側からすると、つまりロシア系の方々からするとまるでナチスのようなある種の民族排外主義のようなことをやられるので、この人たちはネオナチだとこういうふうに言うと。そしてまたそのネオナチというのがどうも政府に、一定の支援をされて、つまりウクライナの政府に一定の支援をされているようだということで、あれはネオナチ政権だというのがですね、ロシアがウクライナを批判する基本的な言い方だったと思うんですね。でただ私はその迫害の程度がですね、ナチスがやってきたことと比べて本当にネオナチと表現することが妥当なものかということはちょっと判断する術がないです。ただロシアがそういうふうに主張している、あるいはそういう迫害されている方がそういうふうに、言っている人が多いということは事実としてあるだろうと思います。ありがとうございました。どうぞ他にどなたか。はい、どうぞ。すみません、高校卒業したんですけども、高校セキュア大使で活動しておりました太田です。自分自身も1年前になるんですけども、活動しているときに、ある方から言われた言葉が、心の中にまだ残っているんですけども、核兵器禁止条約が、できた、発行された時にですね、その時に街頭で活動している時にある方から、本当に核兵器がなくなる時は核以上の兵器が生まれた時だっていう意見を自分自身に言われた時に、ほんと情けなかったんですけども、それに対してその意見に対して自分がはっきりとした反応をすることはできなかったんですけど、その意見に対して川崎さんのちょっと意見をお聞きしたいと思います。はい、ありがとうございます。私はその核兵器がない世界というのが、それは実際に実現するのは少しまだ後だと思うんですけども、その世界というのはもっと強力な兵器によって支配されているような世界であるとは思っていませんで、逆にですね、軍備や兵器による支配といいますか、軍備や兵器の役割そのものが全体として今より下がっている世界なんだろうというふうに思うんですね。で、ごく一部の人を除けばほとんどの世界の人々は武器や兵器を使って人々を殺したいとは思っていないわけで、しかし戦争や暴力が起きないようにするためには武器や兵器が必要だと、こういう考え方ですね。ですが核兵器についても
核兵器で長崎で起きてしまったようなことをこれから繰り返してしまえなんていうのは一部の人がいるかもしれませんけど、ほとんどって言わないわけですね。逆に核兵器を持っておくことによって長崎のようなことが起きなくなると、こういうふうに信じている人たちがいるわけですよ。でこれが抑止力って考え方ですね。で抑止力っていうふうに言うと、どうしてもその軍事的な意味合い、軍事的な能力を持つことが抑止するので、平和を担保するという考え方になりますけども、本来はもっと予防するという大きな概念で捉えるということです。戦争を予防する、で戦争を予防する力っていうのは何があるんだろうというふうに考えたときに、残念ながら今軍事力っていうのは戦争を予防する力の一つではありますけれども、全部じゃないですね。で今ロシアがこういうことを行っていてどうするか、でロシアに対して軍事力行使したら核戦争になってしまうからやめとこう、これは理性的な判断だと思います。大事で何してるかというと経済制裁かけてるんですね。これも私は一定程度妥当なことなんだと思います。で経済制裁によってロシアの経済は非常に今打撃を受けていて、これは当然ですね、困ったなと思ってるわけですよね。それで、ロシア政府が戦争を続けるか続けないかを判断するときに影響があると思うんですね。あるいは反戦デモとかそういったことについても戦争やめようって声が広がっていくと、ロシア国内でもやってるじゃないですか。ロシアという国はやはりですね、まあ、一応その民主的な選挙がある国ではありますけれども、ああいった社会運動とかっていうのは非常に統制されてなかなかできない国でありますから、そういう国でも私たちがテレビで見るぐらいの規模で反戦デモや反戦の意思表示が出てきているということは、やはりその国の正当性、国家の正当性をですね、脅かすぐらいの存在になり、うるんだろうと思います。で、結局戦争をするかしないかということを国家のリーダーが決めるときに、戦争をした方が得なのか、しない方が得なのかというのを考えるわけですね。で戦争しない方が得だという状況が増えれば増えるほど戦争は起きなくなるんですね。で結局のところ私たちはこの核兵器をなくしていく取り組みをしていくと同時に、今回のウクライナの戦争のようなことがあれば戦争をやめようというようなことでさまざまなことをするわけですけども、そういった活動が広がれば広がるほど、その武力以外の方法で戦争を防ぐ力っていうのは強まっていくというふうに思うんですね。でよく言われるのは、国家間の相互依存が強まれば強まるほど戦争はしづらくなる、これは事実だと思うんですよね。例えば日本と中国っていうのはさまざまな問題を抱えてますけども、しかし、まあ、ここ長崎は中国の方々が来なければ町としてやはりなかなか厳しいというのと同じように、お互い経済的に依存してればですね、国同士が少しこう問題があったとしても、いや戦争まではやらない、だって戦争したらそこで人が亡くなるだけじゃなくて自分たちの国の存続も厳しくなる。でそのような形で、これはつまり、経済関係とか人的なつながりとかっていうことがあればあるほど、戦争になりづらくなる。だからこの一つが回答ですよということを私はちょっと示すことはできませんけども、核兵器をなくしていくということと、今言ったように軍事力による抑止力というものへの依存そのものも減らしていくということが同時並行でやっていけばですね、核兵器のような残虐兵器は存在せず、一定の武力はあるけれども、それ以外の相互、依存および相互信頼関係みたいなのが今よく重なって戦争が防がれるという社会に至るだろうと思いますし、そういう方向を目指していくべきなんじゃないかなというふうに。はい、どうぞ他にいらっしゃいませんか。はい、どうぞ。はい、ちょっと3つほど質問したいことがあるので、ちょっと他の方もあると思うので簡潔に質問したいと思うんですが、ドイツがオブザーバー参加ということなんですが、ドイツは、アメリカの核兵器を配備した状態での参加になると思うんですが、その点はこう安全保障で懸念がある日本もあまり変わらない立場じゃないのかなって思うんですが、日本とドイツってどう違うのでしょうか。お願いします。じゃあまとめて3つ。あ、いいですか。それと締約国会議3日間の前に、そのオーストリア政府主催 の, その非人道性に
関する会議があるというふうに思うんですが、それへの日本は、対応、出席などどのように今立場を取っているのかということと、3つ目がそのトラテロルコ条約などのこう比較地帯があるというふうなお話がありましたが、東南アジアとか東アジアでもこれまでにそういう比較地帯を作ろうってい こう動きがあったのか、今後それがあるのかっていうのをお聞きしたくて、もしこう東アジアや東南アジアでも比較地帯が実現すれば、ちょっと日本周辺の平和も保たれるのではないかというふうに思って質問させていただきます。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ドイツ、おっしゃるようにドイツと日本は立場非常に近いくて、でドイツは日本以上に核兵器に依存していると言えるのは、先ほど言った核協議をしている国の一つでありますが、実際にアメリカの核兵器がある国だにもかかわらず、ドイツは小沢さんだということを決めた、日本は決められているのはなぜかといった場合にですね、やはりそれはあの政治家の素質、あの素質っていうのかな、いうところなんじゃないかと思います。で今回ドイツが小沢参加を決めたのは、去年の秋に選挙がありまして、政権が変わったんですね。で政権が変わって、今ですね、社会民主党というところと緑の党というところが政党とですね、3党での連立になったんですけども、この3党連立のうちの2党が核兵器禁止条約に積極的なんですね。でもう1党はそこまででもないんですけども、でその2党が積極的と言っても少しばらつきがあるんですね、条約に入るか入らないかみたいなところにおいては。ただそういったことは全部話し合った結果ですね、少なくとも小沢さんがするべきだということで合意されたということでありますの で、そうしたことがきちっとその選挙の争点としてなって議論されて、そして政権も変わってという、そういうことがあったと。で日本の場合はこれは非常にこれなんというか、まあ、大人の責任なんですけど、そもそも政権交代というのは起こりにくいんですよ。ほとんど起こらないで、大体もう与党か野党かとか決まっていて、で政策の枠組みもそんなに大きく変わらないっていうようなことがずっと続いているので、それによって、政治家の方もですね、こういった重要な問題についてきちっと議論を戦わせるということがないというようなことが、あの他の国に比べるとあるんじゃないかなと、これは残念なことでありますけども、あのさっき議員ウォッチの取り組みをご紹介しましたけども、議員ウォッチっていうのは学生や市民が直接議員に話しに行って、意見を聞いたりして、そしてそのこう考えてもらうと議員に、そういう取り組みでもあって、そうしたことをどんどん増やしていく必要があるんじゃないかなという気はしております。あの高校生の皆さんが例えば国際会議に行って、まあ、書面を提出するとかってことはあると思うんですけども、それに加えて本来はですね、国会議員の方々にですね、話を聞きに行くとか、そういうことも学生としてしてもいいんじゃないかなというふうに思います。それからあの核の非人道性の国際会議が6月20日に確かにあるわけでありまして、ここに日本政府がどうするのかということはまだ私情報はなくて、一度あの国会で誰かが質問するときに、まだ招待状が来てませんので何とも言えませんなんてことを言ってましたけども、これが一応第4回の核の非人道性に関する国際会議という位置づけになっていて、第1回、第2回、第3回というふうには日本政府は出席してますから、その流れで言えば第4回も出席するべきだということになりますけども、それどう判断するかで、まあ、一番いいのはそれにも参加し、かつその翌日からの締約国会議にも奥田が参加するというふうになってほしいと思いますけども、それもまあこれからの世論次第じゃないでしょうか。でそれからあの比較地帯条約、トラテロルコのような条約について、東アジアでのということについては、実は一番そのことを日本で、具体的に提唱しているのは長崎大学の先生方なんですよ。で長崎大学のレクナというところがありますけども、そこでこれまでも繰り返しいろんな研究ワークショップとか提言書みたいなものを各種発表しておられて、専門の先生が何人かいらっしゃるんですね。で基本的な考え方というのは、日本と韓国と北朝鮮が一つの条約を結んで、それに対して周辺国であるアメリカや中国やロシアといった核兵器保有国が一定の保障を行うというような枠組みを中心にですね、しかしあのただそれだけじゃなくて、いろいろとその周りの政治的な条件をどうするかみたいな提言を作っておられるので、お関心があればですね、ぜひあの、長崎大学を訪ねて、そういったことの解説をしていただくとか、それをもとにあの学生の間で議論するということをしてみてもいいんじゃないかなと思います。でこの長崎大学の先生方がやっておられる案については、
日本や韓国の国会議員に対してもですね、ある程度そのこう共有されていて、国会レベルの議論になってきたこともあるんですけど、なかなかまだまだですね、議論が、そのじゃテレビで国会中継でバンバンやってるという状況まではなってないです。で本来議論すべきは核共有の議論とかじゃなくて、今言ったような東アジアの非核地帯をどうやって担保して、そこで、戦争や 核の使用等に至らないようにできるかということを議論することのが問題だと、国会議員はしなきゃいけないことなんじゃないかなというふうに思います。すみません、今の質問についてちょっと私言うんですけど、なぜ日本はね、北朝鮮、いわゆる朝鮮人民共和国と国交を結ばないんでしょうかね。今世界150カ国が北朝鮮とちゃんと国交を結んでるんですよね。まあ結んでないのがわずかなんです。その中で日本を結んでない。もし日本が北朝鮮と国交を結ぶようになったらば、東アジア非核地帯構想っていうのも、それこそなんていうんですかね、次々と進んでいくんじゃないかなと思うんです。川崎さん、どうお考えですか。まあ、政府がどういうふうな判断か、私はなんとなくしか言えませんで、本当は政府の方に聞いてもらった方がいいと思いますけど、おそらく政府が考えているのは、この北朝鮮が進めている核開発と が本当になくなって終わって、そして、拉致問題も解決してということにならないと、国交正常化のための本格的な話し合いができないと、こういうふうに考えているんだと思うんですね。で、国交正常化をしていく中で、核問題や拉致問題について議論し解決するという道もあると思いますし、私はまあそういうようなことをした方がいいと思っておりますけども、多分政府はそれをやってしまうと、特に核問題については核兵器を持っているということが、まあ、既成事実になってしまって、国交正常化したとしても核兵器を持っているのが当たり前の北朝鮮と国交正常化することになってしまうので、良くないというふうに考えているんじゃないかなというふうな想像はいたします。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。はい、どうぞ。僕も長崎で平和活動をしていて、たまに全国の仲間と一緒に会ったりすることもあるんですけど、やっぱり全国にを見ると、地域によってはその平和教育に差があったりとか、そういう平和に意識に差があったりとかするんですけど、その核兵器なくするってことで、ちょっとアイキャンについてもちょっと質問があって、そのアイキャンではそのヨーロッパを中心としていますが、若者が多いというふうに聞いて、で実際にそのヨーロッパの若者っていうのは、そういう兵器とかに対してどのように思っているのかっていうのをお聞きしたいです。はい、ありがとうございます。とても大事な視点で、もちろんヨーロッパの若者全員のことを今言えることはできないんですけど、私の印象はですね、非常になんていうか、まあ本当に素直でストレートな気持ちでこのアイキャンの活動に参加してくる人たちがたくさんいて、結構聞くのは赤十字のボランティアみたいなことをしたことをきっかけに核兵器のことを知りましたみたいな、そういう人たちがたくさんいますよね。で、日本だとなかなか赤十字のボランティアっていうこと自体があんまりそんなになくて、赤十字というものと私たちが普段触れ合うのは、ね、献血とかそういうことぐらいしかないような気がしますけども、もう少しその、世界のそのさまざまな紛争問題とか人道問題とか、そういった問題に関心を寄せる中で、まあ、核兵器という大きな問題があるのかというふうにこう考えて、活動すると。で、日本と大いに違うところは、やっぱり日本の場合の平和活動、太平洋教育というのは、やはり特に長崎では過去起きたことを学んでいくということですよね。被爆者の方々の話をきっちり聞いて、それを受け止めて考えていくということ、継承ということがかなりもう核心部分にあると思うんですけども、やはりヨーロッパの方々の関心はもう少し現代なので、ですから難民問題と核兵器問題がなんか同じような感じで来るみたいな、
現代の国際問題の一つとして考えるということになっていますから、実は長崎や広島のあそんなことも知らなかったのみたいなことはよくあるわけです。例えばですけど、8月9日長崎原発投下されて7万4000人ぐらいの方になってという、基本的な事実として言われるじゃないですか。それと日本で核兵器のことって考えている人は、知ってるんですけど、そんなこともよく知らないで、もう少し現代の関心でやってるっていうことが、多いと思います。それなんかどっちがいい悪いではなくて、そういう方々とちょっと触れるとまた見方も変わってくるかもしれませんし、特に今の核の脅威っていうことについて、日本の若い世代でも考える機会を増やした方がいいのかなっていうのは、私は両方の人たちを見てて思っております。ありがとうございます。他にいらっしゃいませんか。大体まあ時間はこの程度までと考えています。どうぞどうぞ。ちょっと他にせっかくの機会ですからね。ちょっとその前にね、一つ代表にご紹介します。先ほどドイツの質問した。これは島原半島で唯一の初めての平和大使なんだ。だから今までの平和大使はほとんど長崎だったから、それがやっとね島原高校なんだけど一応一人出てきました。要するに若い人たちがこうどうやって広がっていくかっていうのが一つ大きな長崎の課題だったんですね。そういう面では私はね嬉しいんです。島原半島は保守的なところから核兵器禁止条約の反対するような反対しないんだけど基準しない理解素晴らしいと、そういうところからねこういう若い連中が出てきてこういう質問をするというのは非常に嬉しい。それをちょっとご報告する。それからねちょっと端的な質問だけども、このウクライナの戦争はどういう結末を迎えますかね。それが一つですよ。それともう一つちょっと今質問があった、日本が今度の例の仲裁役の国に名前が釣られてない、これは僕らはねそれは遠い国だからといったらそれなんだけど、あれが新しい国際条約の国連の常任理事国の柱になるとかいう話もありますからね。ところが一方日本は金出してるから常任国に入れろと言ってるでしょ。ところが重要なもうすでに日本はコミットされた、入ってない。日本は今からどうしていくんですかね。それは一つ、二つ目、それからね、一つ目、それからもう一つは、私は先ほど質問があった核その比較、これはレクナでよくね我々質問してます。どうやってこれをねものにするかと、国連には出てますね。日本政府にもあれは言ってるんですよね。言ってるんでしょうね。それの議論をね、どこまで言っとるんですかね。あるいは NGO として、ICANとして、それをどう捉えてね、今だからこそ僕はチャンスだと思うんですよ。アジアの比較、北朝鮮も含めてね。核の共有というから、いろいろ問題があるけども、核の共有論は非常にその左か右か知らんけど極端な論だけども、日本国民はそう思ってない。なぜなら我々 その国際署名でも50万人がここでね核兵器賛成を投じてるんですよ。一部の政治家がね核共有論を持ち出すというのは非常に一部なの。それに絶対こうしてはいかない、負けてはいかない。だから我々は政治家の動きと市民の動きで非常に日本は乖離している。だから我々長崎人はあるいは広島人はもっとそれをどうね、具体的な核禁止条約をね、禁止条約って何や、核非核地帯、僕は川崎さんと言ったね、メキシコで比較ね、
トラテル条約を作った時はもうメキシコの、ね、宝なんですよ。宝物殿に飾ってるんですよ、原点を。今や核ボタンを押そうとした時にメキシコ政府は一生懸命やってできたのが核トラテル条約ですよね。トラテラル条約。そしてメキシコはその後核禁止条約にも率先して平和愛好国としてなってきたわけです。あのアメリカのそばの国。だから僕は今こそね、日本はね、本当にその長崎大学が一生懸命出してくれてるあの理論と言ってるのかな、あれをね、我々被爆者は平和は100年のもの。だから2045年までに、1945年から100年ですから2045年、あと25年間ありますけど、そこまでなんとか川崎さん作りましょうか、作りましょうかって言ったっていかんのかな、作るようなことをせんと、これはね、日本はますますね、もう核の傘じゃないじゃないですか。核の傘なんてもうない。核には核、目には目じゃね、もう世の中通じませんよね。だからちょっとそこあたりをね、NGO として本当に、そのさっきモンゴル言われた NGO が、あれ核のそういう企画を作ったんですか、モンゴルは。ああ、NGO でできるんですね。それは国連に言って、国連でモンゴルを企画機体にしようとしたんですかね。ちょっとそれだけ含めて、ごめんなさい、すみません、長くなりました。まずこのウクライナの戦争がどういうふうになっていくかということは、本当に難しいんですけども、私は思いますのは、うん、ある程度の時期に何らかの停戦合意が生まれるか、うん、それともかなり長期化するか、どちらかですよね。うん、停戦合意というのは、戦争の初期の頃は、きっとロシアがそのもう首都をいわゆる陥落させて、政権を転覆して、ロシアの独国のような傀儡政権を作ってしまうんじゃないかというようなことを言われてましたけども、そういうことはどうも実現しそうにないということであります。ただ現政権、ゼレンスキー政権が継続することを前提に、ロシアとウクライナの交渉が行われていて、これがもしどこかで妥結するとなると、何らかの合意が生まれて、そしてウクライナがその中立的な地域ですから NATO とかには入りませんよというようなことを決めて、で非核化という言葉も今出てきてますけども、核兵器を持ちませんよとか、あるいは外国軍の基地を置きませんよというようなことを決めて、で、あとは東部南部ですね、東部とクリミア半島をどういうふうな位置づけにするかということを話し合いになっていくと。でそこが一定程度妥結すれば、戦闘としては収束をして、そこから非常に脆弱な平和プロセス、つまりその東部南部で結局おそらく問題が解決しないので、そこに火種を抱えたまま両国がまた新しい歩みを進めていくというようなことに、早ければ今から数ヶ月の間になるかもしれませんけれども、そういうところまで至らずにどん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 戦争が伸びていく可能性がありますよね。合意ができないと。でそうなってくると、そちらのその後長引くプロセスになっていった場合の問題は、ロシア側が大変に焦って、なんとか戦果を勝ち取りたいと考えて非常に過激な行動に出ている。で過激な行動の中には、例えば生物化学兵器の使用とか、場合によっては核兵器の使用ということが含まれる状態になっていって、で核兵器の使用というのはいきなりどこかの都市に落とさなくても、威嚇の意味で、なるべく人気のないところに向けてぶっ放すというようなことだって一つの作戦術としてあり得るので、そんなようなことをするというようなことは可能性としては未だにあってですね、そういうふうにロシアの行為がこうぐっと上がってくると、おそらく今 NATO 側は自分たちは直接戦争には参加しないんだと言っているけれども、参加せざるを得なくなっていくような状況になってくると、
長期化してそういうふうになっていくと、これは非常に、まあ、悲惨な深刻な世界大戦になっていくというどちらかの、まあ、道があるのではないかなというふうに思うんですね。でそこで日本の役割ですけども、結局いろんな問題はあるけれども、まずは停戦しなければいけないということですから、停戦をさせるためには今実は、日本の報道を見てると若干ちょっと偏りがあるんですけども、中国などがねロシア寄りだみたいなことを言ってますけど、必ずしも中国ロシア寄りではなくて、いわゆる西側諸国のやり方とは違うやり方で、ロシアに対して働きかけているというふうに見えますね。でそれ以外にも例えばトルコが仲介したりしてますでしょ。あるいはインドはインドでアメリカともロシアとも関係をやっていると。そういうようなある種の中間国みたいな国が、その停戦交渉が早く妥結するかどうかの鍵をおそらく握るんだろうと思います。だとアメリカとロシアはもうガチンコですし、 NATO ともロシアもガチンコで、まあ、戦争当事者みたいなもんですからね。で本来は日本はその西側の NATO 側のスタンスは取りながらも、経済制裁を取りながらも、実は中国と太い経済関係とかあるわけだから、中国をもう少しなんだかんだ言ってですね、別に表立って NATO と同じような姿勢を取らなくてもいいから、もっとロシアを説得してくださいよみたいな、そういう多元的な外交ができたらいいんでしょうけれど、おそらくそういうパイプとか政治力、外交力がどうももう細ってきちゃって、あんまりそういうやり方は果たせてないんだろうと思うんですね。だって一番初期の時ゼレンスキー大統領は中国に仲裁を要請してるわけですよ。でそれはある意味で極めて現実的なんですよね。だってロシアどんな揉め事でもそうですけど、閣下してる相手をなだめるにはその人に近い人がなだめるのが一番いいに決まってるわけです。喧嘩の当事者がいたんでなだめられないんですね。そうなるとロシアとある程度話のできる国とを動かさなきゃいけない。そのことを本来日本はヨーロッパから遠く離れて、その意味で若干中立的な立場がありますからね。ヨーロッパだとも当事者みたいなものなんてできませんけども、そういうことができたらよかったのにできてないんじゃないかなという部分なんだろうと思います。で、非核地帯なんですけども、実は仮にこの停戦合意したときに、これ極めて興味深い、まあ、興味深いといったら非常に言葉は悪いですけど、苦しんでいる方々の前でですね、展開になるわけですね。核を置かず、ロシアに対する軍備も何か脅威にならないような形にしておいて、そしてそういうふうに、つまりウクライナがロシアに対する脅威にならないような保障をし、かつウクライナがロシアから攻め込まれないようなことを保障するという安全保障の枠組みを作るんだって言ってますよね。これが今交渉テーブルに乗ってきてると。こういうことができたら他もいろいろ参考にできるわけじゃないですか。だって今日本がこうやって核の傘が必要だとかっていうふうに言ってるのは周辺諸国と対立があるからだっていうことですよね。で周辺諸国と対立があるときに核兵器で脅すっていうことが唯一の道だったら、結局恐ろしいことになってしまうわけですよ。ですから非核地帯が重要だとかということを言ってるわけで、おそらくウクライナがどういうふうに妥結するかということ自体が、東アジアで、非核地帯が成立するかどうかということにも重要な示唆があるし、私たちは先ほどの、ね、方のご質問に、私はその軍備に頼らない平和のあり方をもう少し考えなきゃいけないといったときに、ウクライナの事例というのはこれから大切になってきて、それをアジアでどういうふうに適用できるかみたいなことだと思います。で、モンゴルの場合は、もともとは外交官たちのイニシアチブですね。モンゴルの、当時の外務省の官僚たちが非常に賢くて、中国からもロシアからも攻められないようにするために自分たちは非核をするというふうにしたわけですね。で、非核地位というものを築いて、憲法上もそういうことを書いて、それを国連決議にしたわけです。モンゴルは非核国であるので、モンゴルを攻めちゃいけませんという国連総会決議を書き、圧倒的多数で可決させて、確か無投票で可決だったかな、させて、それを毎年毎年のように繰り返していくわけですね。で、それは一つのやり方で、で、そのモンゴルの元外交官たちが今、NGO を率いてやっている。そんなような、これまた参考になります。はい。他にございますか？はい、どうぞ。署名のサポーターの
っていうところが、やっぱり一つ平和をもたらす要因かかなというふうに考えていたんですけども、今回ちょっと2つの点で少し懸念を感じています。一つは、まあ、このロシアの姿ですけれども、まあ、スターリン、レーニンが作った革命を、まあ、スターリンが独裁主義に変えた、ウグルバチョフの改革を今度はプーチンがまた独裁主義に変えていく、まあ、それから中国の場合も改革開放から、今 の、 習近平が独裁の方に持ってきている、まあ、見ていくとやっぱりそういったこの民主主義とか市民の声というのがむしろ抑えられていく方向に行っている。で、まあ、市民社会はどれだけ根付くのかというのに対してすごく懸念があります。もう一つは、私もこの理想的なその市民社会だと思っていた、北欧の三国ですけれども、まあ、今回のロシアの侵攻に関して、自ら武器を取るというふうな、姿を見せています。でやはり市民との一面ではやはりいざという時に武器を取るのが使命であるというのもこれも一つの側面かなというふうに思うんですけれども、まあそういった意味でこれから の、 その市民の力というのはどういう形になっていくのかお考えをお聞きしたいと思います。非常に重たい大きな質問だったと思いますけれども、私はなるべく前向きに考えたいという観点で言うと、やっぱりロシアでもですね、その本当に声を上げる人たちが増えてきて、でそれをロシア政府は弾圧するんですけども、弾圧しないといけないから弾圧するわけでありまして、やはりロシアのような政権でもですね、この今の時代やっぱり一定の正当性っていうのは必要なんだと思うんですよ。何でもかんでも力づくというわけにいかないと思うんですよね。これ中国にも言えると思うんですけども、今日まあ21世紀の時代にやはりそのどんな強権政治も自分たちが正当であるということを国際法のがあれに乗っ取って、言っていかなければいけないということがあって、だからこそ情報統制をするし、だからこそそのことを、まあ、弾圧していくということだと思いますね。でそして、私たち今やはり SNS のような自分たちのメディアというのを持っているわけでありますから、これを使ってですね、ロシアの国内の市民たちとも直接つながることがまだまだできるわけで、そういう意味で、私はこうもう名もない私たちがね、街で反戦のデモとか行って、その様子をロシアの人たちに直接伝えていくっていうようなことが、意味があるし、これは社会を変える力にまだまだなりうるんだと思うんです。その意味でやっぱりスターリンの時代とはだいぶ違うんじゃないかなという気がしています。まあ、北欧諸国が比較的中立だったものがですね、まあ、今回の事態を踏まえて、ルビの提供とかですね、あるいは場合によっては例えばそのフィンランドなんかも NATO 加盟とかっていうことがですね、スウェーデンなんかについても、まあ、議論されているということがあって、まあ、これどう評価するかというのは非常にまあ難しいことでありますけれども、それでもじゃあ NATO に入るか入らないかって、入るべきという世論が増えているとは言ってもまだ圧倒的多数ではなくて、この状況で要するに国境を接していてですね、その侵略戦争している大国ロシアがいるという状況でも一定のこれまでの中立的な政策というのが支持されているというのが国交諸国にありますので、その意味でですね、そこは学ぶべきものがたくさんあると思いますし、それから武器の供与一般についてはこれはすごく悩ましい問題で、今起きている現象というのは極めて稀な現象だと思います。
よね。本当にウクライナ国家は自衛のための戦いをしているわけです。防衛一本ですよね。だから防衛一本だから、その防衛一本の国に武器を提供するという理屈は、きっとこれまでですね、武器供給とかに対して大変慎重だった国もそういうふうになっていってるんだと思うんです。特にまさに戦地であるヨーロッパ、これが広がっていけば、くれば自分たちのところも危ないというふうに思うから、そういうところはあるんだと思うんですね。何か双方に問題があって、双方を戦い合っている地域紛争の どこかに武器を供給するというような話ではないので、そこはだいぶ違うんじゃないかなというふうに思うんです。ですから全体として今回のことで、いわゆる伝統的な北欧の中立主義みたいなものがそう崩れしたかというと、そこまでは言えないんじゃないかなというふうに私は思います。まあ、少なくとも今の時点で。よろしくお願いしますか。他にどなたかいらっしゃいますか。そろそろ時間も来たんですけども、東北大震災がありましたときに、世界からいろんな物資両面の援助がありました。その時に大きな援助をしてくれたのが、実はプーチンさんのロシアだったんですね。それで現地ではそのお礼にね、日本の代表的な秋田犬をプレゼントしたんですよ。名前覚えてます？夢って言うんですね。それでプーチンさんのところに行きましてね、全部可愛がられた。今どうなってるかわからないんですけど、2年後にはね、立派な大きな犬になっている人がとか、プーチンさんと一緒にね、写っている写真が日本人に披露してます。とても感動しました。メス犬です。で、その時にプーチンさんは日本にお礼にね、猫を送ったんですね、ロシアに。その名前なんか覚えてますか？ピースって言うんですよ、平和。で、この猫はね、僕確認しました。今東北に来てます。どっちかな、新潟県知事の感謝かなんて私は変わると。だからそういうこう人間としてのハートがね、僕はプーチンさんにまだあると信じてます。この戦争がね、早く終わることを期待してね、今日参加したいと思います。どうも皆さん、今日はありがとうございました。川崎さん、しばらく明日まで長崎に滞在されます。で、まだ聞きたいとおっしゃる方、有料ですけど、この後5時から水辺の森公園の前のレストランで会食、川崎さんを囲んで会食があります。ご参加ご希望の方、どうぞお申し出ください。最後に川崎さんにもう一度拍手をお願いします。で、今回タイトルをつけるとき何がいいかなって考えたんですけど、ウクライナに笑顔というタイトルにしたんですが、実は私どもの宣伝になるんですけども、私どものこの長崎ピースミュージアムというのは、19年前、もっと以前から運動がスタートしてまして、その時のポリシーが実は笑顔なんですね。それで稲佐山でさだまさしさんが20年間無料で平和コンサートやってきたんですけど、必ずその時に言う言葉があったんですね。それはあなたの素敵な方、肉親の方でもいいし、恋人でもいいし、お友達でもいいから、自分の大切な人のね、笑顔を思い浮かべてください。それが一つです。で、二つ目に、思い浮かべたらその人のために自分に何ができるかを考えませんかって言ったんですね。そして3つ目です。考えたら実行に移してください。で、これがこの長崎ピースミュージアムのポリシーになっています。これはその誰でも普通の市民の方ができる行動なんですね。だからこのピースミュージアムは市民誰にでもできる平和運動の場だというふうにして成り立っています。ぜひ皆さんももし、賛同されるようでしたら、どうぞ運動に参加してください。お金は月に500円だけです。どうぞよろしくお願いいたします。マスクに通ったご質問の方にお願いします。どうも皆さんありがとうございました。
ちょっと動画でも撮らせてください。笑顔で。はい、結構です。ありがとうございます。